5月の打率が3割8分9厘だったイチロー、6月もここまで4割を超えています。第2打席、初球でした。鋭い当たりをライトへ、楽々ツーベースとなって7試合連続ヒットです。続く第3打席、ピッチャーの足をかすめてセンターへ、打たれた相手も諦め顔。打率は3割3分を突破、リーグ5位は変わりませんが、ヒット87本は大リーグトップです。